僕はあの今理事長の話を聞くと、札幌でも偽の商店街でお客さんがいるけれども、やっぱりなかなか担い手が大変だって話、身に詰まるのかな。だから感謝が、だから僕らの。世の中で出ております歪みに対して、しっかりと私の保守政党としてですね、対応させていただきたいんです。僕は同じドラマ太陽の声の南光雅美です。若い人たち、女性の方々、こういう方々をどういうふうにこの自民党の中で思う存分働いていただくのか、私は2つの具体的な投与をさせていただきたい、提言をさせていただきたい。議員の皆さんへ、今日は地方議員の方も大勢いらっしゃいますけれども、学生部からしっかりと進める仕組み、インターンを国会議員の、あるいは県会の先生方のこのインターンを5年間やったら公募に自動的に推薦する、キャリアパスを作ったらどうでしょうか。若い有能な人材を吸い上げる仕組みが自由民主党にはまだまだ不足しているような気がします。それともう一つ、産官学の連携という言葉は皆さん方ご存知だと思います。私は政治と学級の連携というものを提案させていただきたいと思います。これまで学生運動、政治に関する学生運動はイデオロギーのもの、あるいは政治体制を問うものだったと思いますけれども、やはり今の時代、若い皆様方、女性の皆様方のこの感性で教育、福祉、そして今一番問題になっている消費者庁ができれば問題の解決に一歩近づくこの消費者行政、こういうものを私学と連帯をいたしまして研究する、提言をしていく、そういう場を私は作ったらいいのではないかと思います。二つ目のご質問は中央地方の格差の問題であります。この格差の問題、昨日私どもは釧路から札幌、今日は私一泊残りまして札幌の二条市場という市場を視察をさせていただいてまいりました。確かに格差が出ております。そしてやはり地方部において必要なことは、これは言い古されたことですけれども、社会資本の整備、ハードはもちろんやっていかなければなりません。道路特定財源の一般財源化に伴って、これも申させていただいておりますけれども、5兆3000億のうちの2兆1000億は全てこれまで通り地方にお渡ししなければならないと思っております。そしてソフトの面であります。やはり地域コミュニティの創設ということが急務じゃないでしょうか。地方部ではそういう動きがあります。人の絆を高める、そして助け合う、商店街でも町会でも、あるいは消防団、防災団、また新しい農業を、この都市部でありますけれども市民農園という形でですね、新しいコミュニティが生まれております。そこでできたものを地産地消する、そういう仕組みをもう一度作り直していったらいい、こんなふうに考えております。